特定非営利活動法人つねしスポーツアークトは広島県福山市においてスポーツ振興事業で教育及びちづくりを推進する NPO 法人2011年9月7日 NPO 法人認可福山市沼熊町に本社があるつねし造船の関連会社でグループ内のサービス業を一括していたつねしヒューマンサービスからスポーツ振興事業部門が 独立した形で発足した団体である。現在でも、常ね市の CSR 活動の一環として、サポートを受けている。主な活動拠点は、沼熊町の魅力の里を中心とした福山市。日本初のバイエルミュンヘン定系スクール FC バイ、エルンつねい市を中心とした、サッカー育成普及事業と、カッターボート体験事業を軸に、青少年教育及び、町づくり系、 NPO 法人として活動している。もともとはサンフレッチェ広島 FC との提携で任意団体サンフレッチェ魅力の里として1994年に発足した。NPO 発足当初もサンフレと提携していたが2012年にバイエルンミュンヘニエ提携先を変えたことにより現在の状況となった。そのため理事の上原博文や 監督の前川和也など2015年現在でもスタッフにサンフレ出身者を抱える。練習拠点の中心は都道府県フットボールセンター整備女性事業で完成した広島県フットボールセンター。チームとしては前川を監督として中学生年代のジュニアユースと元岡山ユノゴベルの福原理恵を監督とする女子のレディースチームを運営する。 スクールは年代を問わず幅広く募集している。魅力の里で研修及び合宿を行う学校の生徒を主な対象としてカッターボートを体験することで青少年を育成する場を提供している。2015年から広島県を拠点に活動するプロロードレースチームのビクトワール広島とスポンサード契約を結んだ。今後練習拠点を魅力の里内に置き、 ツネイシスポーツアクトのサイクリング普及活動に参加するとしている。ビクトワールのチームジャージにツネイシュが入る。なおメディアではツネイシスポーツアクトと契約したと発表されているがビクトワールのホームページではツネシエルアールをスポンサーとして掲示している。2015年からためすえ大が理事に入る。2015年3月現在 J リーグ及び JFL 経験者のミキサイ FC バイエルンツネ氏に関するカテゴリー。ありがとうございます。